ークです。そしてジュラシックパークの遺伝学者はこの琥珀から DNA を抽出し大物の恐竜を作り出しました。研究室の卵から生まれた生まれ変わりの恐竜を科学者たちがあらゆる側面から管理しているんですよ。今日はその中でも特に人気のある恐竜をご紹介したいと思います。さあ広場に恐竜たちがやってきてくれました。ここには1台のカートがありますよ。中に誰かいるのかちょっと見てみましょう。気持ちよさそうに眠っています。あなたはトリケラトプスの赤ちゃんです。ちょっと目が覚めた。今から皆さんの近くへ行きますね。そして後ろには大きな大人の恐竜もやってきてくれています。大きな体に小さなお顔、そして背中の大きな板が特徴的なステゴサウルスです。トリケラトプスもステゴサウルスも葉っぱや木の実を食べる草食の恐竜です。もしかしたら皆さんの近くに生えてる葉っぱ食べに来るかもしれませんよ。ただこの尻尾はパラパラ
低い位置にありますが、ラプの尻尾は高い位置にあります。ラプトルはあの尻尾で体のバランスを取りながら歩いているんです。なのでラプターの尻尾がもし皆さんのお顔の近くにいるときは、頭を低くして上手に避けてあげてくださいね。ステゴサウルスも皆さんのことが気になってきたのかな。ぜひね、大人の皆さんもステゴサウルスと同じ目線になってよく観察してみてください。とっても体は大きいけど、お顔は小さくて優しいお顔をしています。ぜひね、可愛いお顔を写真撮ってあげてくださいね。そしてあちらのトリケラトプスの赤ちゃん、この子はね、まだ生まれて1ヶ月しか経ってないんですよ。先月生まれたばっかりです。今体の大きさは約60センチほど、とっても小さな赤ちゃんですが、トリケラトプス大きい子は最大で10メートルまで成長する子もいます。10メートルって消防車のはしご車が同じぐらいの大きさです。今こちらにいるステゴサウルスが頭から尻尾までで約6メートルなので、大きくなるかもしれないですよ。皆さんぜひトリケラトプスの赤ちゃんに大きくなってねって優しく声をかけてあげてください。そしてトリケラトプスはお顔に角が生えてるんです。みんな何本生えてるか分かる？はい、正解。そう、おでこに2本と真ん中お鼻の上にもう1本、全部で3本角が生えているんです。実はトリケラトプスという名前は3本の角を持った顔っていう意味があるんですよ。トリケラトプスは大人になると大切な家族や仲間を守るため、凶暴な肉食の恐竜と戦うこともあるんです。仲間思いがとっても優しい恐竜さんなんですよ。あ、ステゴサウルスはまた求めてたのかな。どんな風に口が動いてるか皆さん観察できましたか？ステゴサウルス、葉っぱを食べるとき奥までゴリゴリと葉っぱをすりつぶすようにして食べます。この葉っぱの食べ方は動物の牛さんと一緒なんです。なのでステゴサウルスの口元は牛さんによく似ているんですよ。では今度はラプターの口も観察してみましょう。肉食恐竜のラプター、お口がとっても大きくて中に鋭い歯がたくさん生えています。一体何本生えてるのかな。みんな頑張って数えてみて、何本あった？そして鋭く尖っているのは歯だけではありませんよ。ラプターね、爪もとっても尖っています。ラプターのこの鋭い爪はカギ爪って言います。ラプターはこの爪で獲物を捕まえたり、地面を蹴ってとっても速く走ることができるんです。お肉持ってる方はラプターに取られないように気をつけてくださいね。ラプターね、とても鼻もいいのですぐに美味しそうなお肉見つけちゃうんです。研究室でね、スープをいっぱいお肉食べてたんですが、皆さんが美味しそうに食べてるとラプターもまたお腹が空いてきちゃうみたいなんです。
てね。